こんにちは、こんばんは、です。今回は超孔明で合ってるのかな、今回の新イベの激究極やっていきたいと思うんですが、ドラ玉を稼ぎながらやっていきましょう。こんな感じ、ドラゾンビを入れて、でナポレオンって感じかな。よいしょ。せっかくなんで運2でいきましょう。でこっちの小町がね、ちょっとタスがね、ちょっとスライドしたばっかで、せめてスピタス振ってもいいかもね。タスがギリ、まあ、スピタスはめちゃくちゃあるんだけどね、ヒトポタスがやっぱり少ないね。うん、まあとりあえず行きましょう。小町はね、進化の方は近畿の時にさせるかな、サバがね。はい、でバイクちゃんのクロストクロ発動すると弱点効果アップ。まあ光属性なら多分バイクちゃんワンパンできるのかな。ちょっと画面が止まっちゃったのでちょっと先に進んじゃってるんですが、やっていきましょう。で弱点効果アップして、まあ、弱点を殴っていくと。逆にこれで上からいけるとかない？ないか。でバイクちゃんが弱点ダウンかな、させてくるんで、なんかは倒しながらかな。でもあともうちょっとでボス倒せそうって時、痛いよねこれ。倒せそうって時は全然ゴリ押しで OK、うん、バイクちゃんは撤退してくれるんで OK。 あ、小町のドレインはいいね、安心するね。ほい、ね、ちょっとバイクちゃん無理かな。3体はで右上のおたまちゃんが2ターンで一応全体爆発かなってくるんですけど、どれぐらいだったっけ、まあちょっと痛いぐらいかな。でちなみにあのドクロを発動するとヒーリングパネルかな、ハートパネル、はい、が湧きます。全体爆発だね。ちなみにバイクちゃんは撤退するけど、おたまちゃんは撤退なしだった気がします。はい、行きましょう。でここはバイクちゃん倒さず、いけるかな。ドラちゃん OK で撤退、いいね、撤退は優しいね。はい、これスキップしてるよね、してるね、うん、してますね。ふう、でこれも、あ、ちょっと上いけるかな、 OK OK。 あ、スキルはいいね、うん、すごく使いやすい。キラーがいいね。一応 HP だけは見といた方がいいのかな。こういうふうにご利用したりすると、おたまちゃんの爆発がね、ちょっと怖かったり。入った、いい。2万ぐらいか、全体で。皆さんでね。クロスフィンガー。爆発。はい、ちょっと回復しながら。だからまあある程度のクエストの知識とあとは対策とか取れてれば、そんなに難しいクエストではないんだけど、でもたまに負けてるって感じかね。大丈夫だよ、小町がいるから。でまあ、SS はどうなん、まあ、ドラゾンビはね、メテオは全然強くないからあれなんだけど、
まあ、光属性だからいい感じにダメージは出してくれるぐらいだね。いい。ゾンビ、まあ、弱点いければ、まあ、普通にダメージ出せるよと。でもこう考えたら本当になんかドラえもんって本当運枠として優秀だよね。フィンガーフィンガー、あ超痛い。オッケー、これがナポレオンだね。ちょっと筋肉もりもりだけど、はい、これがナポレオンなんだよね。ナポレオンはマリクを使う時、マリクの時に、少なからずね厳選はしてたんで、ミネ、ね、過激あのモリモリではありますけど、でアスキリがいてバイク移動、うはい、いいね。これもアンチブロックだからね、素晴らしい。待ってね、こんな感じで。ちょっと下のブロック怖いかも。あ、オッケーでしたね。ありがとうございます。さすがナポレオン。ちょっとアスキリが活躍した感はあるけど。ありがとうございます。っていう感じで、今回のシーンベイとね、ドラゾンビ持ってる方だと、ドラえもん入れながらできるので、ドラ玉も稼げるという感じ。で、これは結構いいね。はい。あ、宝箱を使うの忘れてた。ドラ玉4個。ありがとう。はい、ってことで今回は、シーン、イベントの新しい月給曲のこの方、名前何でしたっけ、超孔明か、はい、に挑戦していました、まあ、ドラン玉 この子もね新イベントなんで、アップ対象なので、まあ、運曲を作りながら、やるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。あとディアボロか、まあ、新イベントかが一番いいよね。まあ、曜日クエストもあると思うけど、はい、まあ、とりあえず自分は運曲目指しながらドラ玉集め頑張っていこうかなというふうに思います。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。